何百メーターか歩かないかなかもしれないね。はい、ここでちょっと右歩いていただいてみましょう。はい、ね、こんな水が今流れてますね、だいぶ。ひんやりしてますよ、ひんやり。だいぶ温度が低いですよ。かき回ってた。はい、はい、失礼します。よしよし。かき回ります、かき回って。はい、花が名前わからないね。花の上咲いてるの、ほんまに。岡寺は花のお寺やでね、みんな咲いてあるの、ほんまに花いっぱい咲いてますよ。転び上がってみましょうか。やがらないね。え、これ空海さんか。最初の空海さんがね、やっぱり、はい、ありがとうございます。いやー、お金がいっぱい、ほら。お金いっぱいあるんだけど、落ちてますね。はい、失礼します。ね、そうなんです。はい、失礼いたします。盛り上がってみましょうか。水の量がちょっと多いね、今日はね。次も夏だからね。よいしょ。ここですね。はい、失礼します。いやはい、失礼します。こっち行ってみましょうか。そこにね、石窟があるんや、一緒に見てみようか。この方の石窟っていうのは、ここで収容されたのがね、菩薩があるのが、ばっかりでございますね。いろんな花がやっぱこんなとこも咲いてるね。はい、ちょっと木がね、低いんで。で、こっち左行ったら三十方塔ってあるんだけどね、何だろう、行ってみましょうか。ここで来たんだろう、せっかく来たんだから行ってみましょう。ね、今上がってきたんで、よいしょ。ちょっと木々がね、あまりにもくぐっていかないけどね、言うけど、これはいはい、かかんでいくんだ。なんでかでいかれませんか。はい、ここに橋があるね、木の橋が。冬はね、頭は木がね、いっぱい。おお、こんな高いんだ、ほら。高っ。崖になってない。崖にもね。ね。ね、ここだ。見えますかね。ちょっとね、木が大きくならんとね、川が通れませんよ、これ。はいはい、あと10年ほどあかんやろ、これ10年ほどせんと、これは当たるわ。え、ここ行けんのこれ。
どこに行くんだろうな。もうここなんかね、これもね。ただお寺さんがあるだけと思ってきたんだけど、奥の方までね、山の上までいろいろね、ありましたわ。ああ、お墓でしたわ。お墓でございました。これ、ね、花が綺麗だね。太陽の日本がね。本堂。すごい。どうしましょうか。さっき。あの穴とかやったよな、そこの十三十の塔ね。そうすることは反対側を見ましょうか、こっちにね、ほんと南北朝時代です。おお、杉の木一本終わってますが。